皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月7日16時12分、本日、有給休暇ということで、プロ野球業界の方たちも去年も、まあいろいろ頑張ってたんですけども、まあ13時45分ぐらいからコンピューターに面白いことにはもう今日全くダメになった。その後面白い話ばっかり録画して今動画でエクスポ、いやもうまあとりあえずプロ野球界の方たちへのまずメッセージなんですけども、ソフトバンクに関して、孫正義さん多分中国系でしょ、どうかね。インターネット上では韓国系ということになってましたけど、あれ嘘でした。あんだけ中国の企業と関わって、孫正義っていう名前ね、三国志で言うと孫権、孫策、孫権の五の国のね、孫権の人たちなのに、その末裔の人でしょ多分。その話で言うと、一般社団法人に関する法律とか、他の法律がいろいろ言うこと、やっぱり別行さんがお金払って、中国企業として問題があるっていうことになるから、やっぱりそれはそれソフトバンクがアウトなんですよ。これ本当に。で、もう一つの話は、王貞治さんが、大英ホークス、の方でね、監督をしてた時になぜ負けてたかって言ったら、東京ドーム作った時のね、その話を知ってる人でエネルギーの残存量問題で、さらに福岡にドームを作った。最初逆パターン、高い建設費用かかったから勝たせてくれの。違う、時代はちゃんと法に基づいて、国連の意思が第一で、あともうその先の答えはこれからの先々の50、まあもう本当は僕も含まれてるかもしれない、これから先の50億人の人たちの命がかかってるっていう話は、エネルギーの残存量問題、それ考えてもドームを作った時点でアウト。第3位で日本ハム、日本ハム2つも作った。もうどうしたいか分からんの話があるから、とりあえずソフトバンクはこう近年、ここ15年間ぐらいでしょ、ソフトバンク優勝しすぎだか、明らかに知ってるから売上やん、その200億円ぐらい売上あったとして結構あったでしょ、そんなに売上上げといて、そんなことしてここ近年でいくらでもやりすぎだと。まあ、とにかくもう今1位ソフトバンクだから、ソフトバンクをとにかく押さえつけなきゃなんないから、別行がいつまでたってもお金払わない、僕の提案で作ってもらったインターネットゲーム、我が天下セブンフォー、そこは売り上げしっかりした、売り上げある絶対ある。もうアカウント売りに出してる人で、3年9ヶ月のプレイで200万円以上使ったっていうアカウント、これ90何万で買ってくださいとか、もう見かけました。もうそこお金の使い方もすごいから、本当にもともと僕のその考え方でいくと、まあ一応無料でも遊べるゲームであると。でまあある程度お金を持ってる人たちにたくさんお金を払ってもらって、まあ運営すると、まあ、そういうような形と、まあ、NB の残存量問題からでいくと、車買われるぐらいだったら、ゲームでもして遊んどいてっていう、そういう状況だったんですね。で、順序でいくと、ちゃんと年金2000万ほどかけてなかったら、60歳か65歳からの支給か分かりませんけども、一月15万にたどり着かないと。で、もともと男性の、人でそこまでたどり着いてる人で 50% ぐらいしかいらっしゃらないんです。で、女性は、3割ぐらいの人しかそこまでたどり着けない。で、たどり着いていない。現実のデータで。で、
もう極端ですよ。一応日本人の人でも年収1億円以上ある人はあるから、その辺のところは株の持ち具合とかいろんな部分でその極端になっている部分があります。で、だからまあそのペースに乗せられてあのゲームですごいお金の使い方した人たちは実はたくさんいるんですよ。僕も自分の今までの使い込んだ我が天下と我が天下戦国富豪に支払ったお金の金額を見たときに一覧表一回全部メモしたんですよ。何十万にもなって、さすがに100万はないですよ。100万はないんですけど、何十万にもなっていって。もうだいぶ前から、もう、まあこれ我が天下の周北っていう感触なんですけども、まあ現在の、まあちょっと前までプレイした時は少々なんですけども、もう長い間プレイしてないから、もうどんどん今感触下がってると思うんですけども、もう周北で僕より弱い人、まず見かけませんでしたから。本当に。だからもう、まあ、あのゲーム、まあ、プレイヤーの数はね、1000万ダウンロード、あれは完全にフェイクです、絶対に。戦国フォームの本当のダウンロード数見てびっくりしました。ちょっと前確認したんですけど、4万ラウンドダウンロードでまた、たどり着いてただ、ワーデンガの方については、まあ、販売されるようになって、まあ、中国からの換算で言うと、中国の方が1年早いんですよ、日本と比べて。まあ、2、3年程度の頃なんですけども、まあ、正月のプレイヤーの稼働してる数、まあ、あるイベントで大体わかるんですけども、まあ、30万人か40万人ぐらいいらっしゃるんじゃないかと。まあ、両方のサーバー合わせて、だったらまあ、それぐらいいらっしゃるだろうなと。まあそういうふうな形で、まあもちろん無料で、お金ほぼ使わないでプレイされてる方たちとかも、まあ事実としていらっしゃると。まあただしその、3年9ヶ月で200万使ったっていう人とかもいるから、本当に。で、明らかにもう僕も、ある程度何十万も使って、ほとんどのプレイヤー、まず、まあもう、95% 以上の人が周北より上で、もう僕より強かったから、もうだいぶ前から売り上げが多分とんでもない売り上げがあると思いますよ。一作品としてのね、売り上げで見ると。だからそこからの支払いがないとなると、やっぱり中国政府としてもどうかという部分、その一般社団法人に関する法律でいくと、議員さんとかそれに関わってきた人たちとか全員繋がってくるんですよ。だからもうソフトバンクとかも野球の話とかもエネルギーの残存問題とかも全部ひっくるめと、とにかくもう今ソフトバンクを押さえつけるしかないっていう話になりますんで、今日はとにかく有給ということ。面白い話あって。もう僕もそれに合わせてね、まあ、いろんなことをまあ動画で話してるんですが、まあ、一応、まあ、社会勉強にもなるような話も混ぜつつ、まあ、面白い話をしながら、どこの誰が悪いかっていうと、ちょいちょい追い詰めを出しながらやってるんですが、もうこれ、トータルして物事見たら本当は今日、有給にしない方がええんちゃうかとか。もうよくわかった。とりあえずね、もう春山聖光水のやつらがね、もうその挑発行為とかのその言動とか、もう鬱陶しくて鬱陶しくて、もうとりあえずまあ、有給ということはホームページに書いておきました。ホームページ、淡井圭介の利益の一番。もうよくわかんないです。以上です。